元外務次官の竹内幸雄さん。ロシアがひどいことになっていますね。元外務次官の竹内幸雄です。プーチンの戦略を見抜けなかった。1956年にソ連は歯舞、色丹の2島の主権を認めた日ソ共同宣言です。その後の努力があり、93年東京宣言で4島の帰属を法と正義に基づいて決めると。なんでこんなに変なことになったんですか？2018年のシンガポールでの日露首脳会談です。安倍首相は東京宣言を排除して日ソ共同宣言の2島返還に舵を切った。私は平和時に自ら主権を放棄した最初の宰相、いいんですか？と言いました。結局、プーチンは東京宣言で協議を約束した4島帰属問題をゼロゼロにしてしまった。日本の戦後外交史の大失敗として刻まれる。男遊びの三拍子、うつつ抜かして泣きつら、バカは死ななきゃ。